こんにちは、A です。今回はこちらです。クラッシュオブクイーンズ。自分の国を作っていくっていう、この MMO 戦略型ゲームなんですけども、前回、僕、同盟を作りました。まあ、それから約1週間なんですけども、まあ、たくさんのね、方、入っていただき、本当ありがとうございます。そして、メンバーの方、めっちゃいい人たちばっかだね。同盟の中で、こう、チャット機能を使ってね、戦略を、まあ、練ろうかなと思いながら、こう、みんなね、話し合ったんだけど、いい人すぎる。こう、動画でちょっと使いたいからさ、名前とか出しちゃっても大丈夫ですかって言ったら、もう大丈夫ですよ、みたいな感じで。あ、ちょっと見していきます。ほんといい人たちなのよ。もちろん、フレンドさんとの、こう、個別にね、やりとりとかもできます。まあ、作戦会議したりね。まあ、これは個人の方なのでね、ちょっとアイコンと名前をちょっと伏させてもらいますけども、めっちゃいい人ですよ、本当に。こう拠点っていうのがあるんだけど、まあ俺のね拠点にみんなバーっとね集まってくれたわけよ。で頑張って守りますみたいな感じで、本当心強いっすみたいな感じで、まあそういうやり取りをしながら、まあやってたわけですよ。それで今俺が同盟を作って、この括弧の中の AYO っていうのが、俺のチームのね AYouTube チームっていう略なんだけど、みんなね俺を中心にこう集まって固まってくれてんだよ。めっちゃいい人たちでしょ。でね守ってくれてんだよ。ただ俺ね、問題が今起きてる。そしてこの動画、どういう動画かっていうと、まあ、今まで同盟を組んだ皆さんと一緒に何かをしたいと思います。なんですが今すごい事件が起きてるんですよ。見てください、この矢印、赤い矢印っていうのがこう攻めに来られてるんだよね。でさ、この仲間たちがこう燃え広がってやられてるんだよね。っていうのは隣のチームなんて言うんだろう、まあ、要は陣地取りみたいな感じで、この隣の同盟の隣近くにね俺の同盟置いちゃったわけなんだよ。そうしたらもう集中攻撃だよ。もうこれこそ戦争っていうね、もう対立が今発生します。そして隣めっちゃ強いので、これすごいリアルなんだけど、もう俺はここで公開するよ。グループのみんなには言わなかったこと、こんなことが起きてたんだ。まあもうちょっと名前は一応隠しとこう。あんたらここに溜まるといつまでも攻撃されるよ。隣のチームからの攻撃ですよ。まあ、その前にはね、急に近くに引っ越されて来られましたけど、サブ同盟ですかと。いや、サブではないですよ、みたいなことを言ったら、どこか他に行ってくれませんか。隣からね、もう、ほんと、ガチの、本当に対立的な戦争だと思うんだよ。ここリアルだよな。これは面白い。で、隣のね、方々、規模がすんごいでかいので、みんな一人一人めちゃくちゃ強い。俺ら太刀打ちできないわけだよ。で、隣のチームからねこう俺ら軍団をまとめてこう調査とかも攻撃とかもバンバンやられて、俺もちょっと胸が苦しいっす。同盟作ってで元弘さんなんかもう耐久値やばくなってきましたとかね、もう本当に申し訳ない。なので俺仲間にこんなメールを送りました。隣のチームからめっちゃ攻撃されてますが、どうしましょうと。もう攻撃される一方でほとんどもう負けてるわけだよね。攻撃されると何が起こるかっていうと、自分の兵士たちが死んじゃってくんだよ。それ治療をしないと、いろいろなところにまた攻撃しに行けない。まあ、このゲーム、自分の兵隊たちがもう多ければ多いほど、強いね、兵隊たちが多ければ多いほど、戦闘力っていうのが上がりますので、それで行くんだけど、もう食らってちゃみんな減ってく一方なので、治療ももう追いつかなくなってくるってなると厳しいんだよね。だからこういう風に、みんなに言いました。対抗して地道に戦いますか、それとも強敵なので場所移しますかと。まあ、隣からねメッセージにて他行ってくれませんかと言われてしまったので、まあもう結構狙われてんだよね俺ら。ほらもうカモメさんとかも対抗できますかね。自分は治療が絶えない状態です。まあさっき言った通りね、こう治療しても治療しても攻撃を受け続けるもんだから、治療が追いつかないと。もちろん治療も時間かかるんですよ。少ない治療だったらすぐ終わるんだけど、何百体やられちゃうと結構時間かかったりします。でも元弘さんどちらでもいいですよ。そしてペポスさん移転しましょう。こんにゃくさんも移転しましょう。肉まんさん、相手めちゃくちゃ強いですよと。あ、ちなみにちゃんとね、動画許可は皆さんに取ってあります。ということで今回は攻撃を受けまくってる、もう移転しようかなと思います。まあ、なぜかと言いますと、もうやっぱ攻撃されてるっていうのもあって治療が追いつかないです。城以外にもこういうモンスターですね、にもバトルを挑むこともできるんですよ。それで、いろいろね、アイテムだとかゲットできるんですけど、治療が追いつかないとそういうこともできなくなってくるんですよね。やばい、やられてる、やられてる。まあ、なので、この同盟を立て直す、そして、さらに成長するためにも、移転をしていこうかなと思います。今回初めて移転しますね。まあ、それでですね、皆さん、
検索しても出てこないっていう方がいたんですが、まあ、前の動画のコメントで、まあ、俺言った通り、このワールドマップっていうのかな、の一番上に、キングダム、-38というふうに書いてます。ここが他のところですと、この39とかね、いっぱいあるんだけど、38じゃないと検索ができません。なのでみんなそこは気をつけてください。どうしよう。ちょっと周りに人がいないところがいいけど、これ以上広がれねえか。うわー、すっげえこの辺もいるな。それでさ、なんであの対立が起こったかっていうと、まさかの隣の同盟の方が日本だったんだよね。だからこういうメッセージのやり取りも、もうすぐ飛んできたの。もう海外だったらどういう風な戦い方になるか分かんないんだよね。あ、この辺結構空いてるな。こういうアメリカの国旗とかがあるところはもうアメリカ人が作ってます。だからこう日本同士の戦いじゃなくて、本当は全世界の戦いなんだけど、まさかの奇跡的に隣の同盟の方が日本だったっていうね。ちょっと落ち着いたところがいいですね。ただこれからね、同盟がメンバー増えてくれると、やっぱ自分の、城の中を周りにやっぱいた方が、まあ、お互いいいので、やっぱ広い土地にしたいよね。この辺スペインの国旗があるけど、周りにはちょっといないから、この辺どうすかね。成長してきたらこのスペインをまず倒すっていうね。そんな感じで行きましょうか。移転しましょう。タクシー、やばい、問題発生。これ移転するにコインが必要らしい。マジか、やべえ。これもうメンバーにも連絡ですよ、連絡。はい、問題発生、移転にはコイン2000かかります。550しかないんだよ。でみんなね、こう2000ずつないとチーム固まらない。まあ俺が移転したら周りにこうやっぱ固まってもらった方が有利なので、そうしてほしいんだけど、皆さんもやっぱコインがないと結構厳しいっていうこともあって、もうこのままね、もう対抗ね、隣と対抗しようという報告メールをしました。まあでも皆さんね、先ほども言った通り、治療追いついてないかと思うんだよね。だからね、もしよかったらこう友達とか誘って、同盟のまず人数を増やそうと。まずは数対抗して、そのうちにちょっとずつね、この自分たちの城を育てて、どうにか対抗できたらなと思います。まあ、無理やり、城に攻めるよりは、敵でモンスターとかをね、地道に倒して、まずは自分たちを上げていくっていう感じの方がいいかなと思います。まあ、あとね、まあ、個別の内容なんだけど、今動画撮影中ですと。公開する日決まったら同盟のメンバーには先に報告しますというね、感じで。まあ、こんな感じでね、皆さんとはやり取りをしてます。はい、そんな感じで今回は、クラッシュオブクイーンズ、同盟を作ってから、まあ、今までどのような感じでね、やってきたかっていう報告、それとこれからね、どういう感じでやっていこうかなっていうのを、動画にまとめてみました。まあバーチャルなんだけど、このネット上のリアルな戦争、皆さん経験したい方、世界とこうね、自分でチームを組んで、戦ってみたい方はぜひダウンロードしてみてください。まあ、説明欄にね、これ無料でできますんで、やってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。